株式会社アルケミストはかつて存在した日本の企業。キャラクター商品の開発やゲームの企画、販売などを行っていた。本社は東京都江東区に所在。1991年創業。北海道にあったゲーム店から事業を開始し、2002年に PC ゲーム君が望む永遠のドリームキャスト移植版をリリースさせたのをきっかけに、 美少女ゲームの家庭用ゲーム機への移植版の販売を多く手掛けた。移植版での代表作としては、月は東に日は西に、オペレーションサンクチュアリ日暮らしのなく頃に、シリーズ、バルドルフォースエグゼなどが挙げられ、オリジナル作品でもギャルガンなどをリリースしていた。その他、アルケミストのマスコットキャラクター、ビンチョウタンはアニメ制作も行われ、 和歌山県日高郡南部町の町おこしに起用されるなどゲーム販売以外の事業展開も行っていたダウンタウンのガキの使いやらへんでのゲーム化を手掛けたのを最後に2015年に倒産2016年4月1日には札幌地方裁判所に対し自己破産を申し立て同年4月5日に破産手続き開始決定を受けた2017年1月18日に 法人格が消滅した。ゲームキャラクターのグッズの企画、販売が中心事業。最近では、キャラクターをプリントした、ふにふに抱き枕が注目を集めた。他社キャラクターの商品だけでなく、実写オリジナルのキャラクター、ビ長チの商品展開を進めていた。漫画喫茶、スマイルタイムの運営も行っていた。また、エープリルフールには、 アイレムソフトウェアエンジニアリングと並んで、毎年凝った嘘サイトを作成することで知られていた。カッコ内は、移植元のブランド、内は、現代デュアルボイスとは、アルケミストの一部移植作品に搭載された PC 版のキャストと新規キャストの音声の両方を収録したシステムである。これにより、プレイヤーの好みに応じて、キャラクターごとに音声を切り替えることができる。搭載作品は、 以下の通り、ありがとうございます。